プニ。元に戻っちゃったみたい。何をしようかな。これでよし。はい、ど何をしようかな。これでよし。はい、あれ、何にしようかな。入れる場所は、お、いい感じかも。お、いい感じかも。これでどうだ。いい感じ。さすが私。どこに入れようかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。こんな感じかな。どこに入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。どれもよくて悩んだよな。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。いっけブニ、帰っ。元に戻っちゃったの。何をしようかな。これでよしっと。はい、どうぞ。あれ、どこに行くの？よーし。なんだか胸がドキドキする。冒険ってよいしょ、そういうものなのね。てやー、これライザが喜びそうかも。えい、てやー、これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。よいしょ。えい、たくさん取っておかないとね。えい、素材にするとすぐなくなっちゃうし。えい、てやー、よいしょ。確か前にこんなの取ってたような。これがその湖？そうだ。この湖の底に町が沈んでるなんて。一見しただけじゃ全くわからないね。ここからじゃ湖の底も見えないし。湖があったのは知ってましたが、町が沈むほどの深さとは思っていませんでした。とっても綺麗な湖なのに、
そう考えるとちょっとだけ怖く感じるかも。まあ俺はここだと思ってるが、俺の考えが間違っている可能性も十分あり得るからな。何にせよ潜って調べてみるまでは謎のままってことだな。どこかい？どこか行きてえのか？よし、行くぞ。どこに行きますか？よし。冒険にはトラブルがつきもんだからな、警戒を怠るんじゃねえぞ。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。今すぐ食っちまうか。火の準備ならすぐできるぜ。よいしょ。何が出るかな。知識で知っててもむやみに食べない方が安全だよね。ここから湖の方を見ることができたらとっても神秘的だったと思うんだけどな。あった、これこれ。そうだ、大正にも入荷しておかないと。在庫が少なくなってたんだった。これ小さな石とかも混ざってるけどいいのかしら。よいしょ。ただの石なんだけど、本当にこれが材料になるのかしら。取れた。よかった、空気があるよ。エアドロップのおかげで空気は吸えてたのに、なんだか息苦しい感じだったね。息ができるとはいえ、水中をずっと泳ぐのはさすがに疲れますからね。それにしてもこんなところに入り口を作るなんて一体何を考えてるんだろう。ここが湖になる前に作ったのが、湖になった時に沈んだだけじゃねえのか。とにかく先に進んでみよう。そうすれば何かわかるかもしれない。うわ、大きい。あれなんだろう。どこかが崩れて落ちてきたものじゃないみたいだけど。やっぱり
あの伝承は真実だったんだ。あれはただの岩じゃない、空から落ちてきた星だよ。けどそれにしちゃおかしくないか。どうしてこんな中にそんなものがある。周りのものは明らかに後から作られてるだろう。そうなんだよね。天井に穴が開いてるわけでもないし。ん？ねえ上の方、あれ建物じゃない？本当だ。まさか人が住んでるなんてことないよね。ちょ、ライザ、怖いこと言わないでよ。何にせよ上にも何かあるのは確かだな。どこから行けるか探してみようぜ。あった、これこれ。毒キノコかそうでないかは少しかじって様子を見るのが一番だ。ザクザクさ。レアな鉱石はわかるんだが、普通のはそんなに詳しくないぞ。よーし。原石ってこんな感じなのね。カットされたものしか見たことなかったな。そう、私を近づけないで。音を聞くとずっと。ティア。トリア。宝石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の私がザクザクっと。ゴーレ。ザクザクっと。よーいしょ。いい木材ね。暖炉の薪にちょうど良さそう。よーいしょ。ワクワクするね。魔物臭がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。よーし。こっちの木は島で採れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。そこ取りゃ。島に比べてオートは鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。ティア、僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。ティア、えい、あった、これこれ。この花ならいい素材になるんじゃないかしら。そこ、でしょうか。かもしれないね。けどこの光は一体。あ、おい気をつけろ、迂闊に触ったら。な、何？消えた。クラウディア。おい近づくな。いつもこいつも
ないですか。ちょっとびっくりしたけど平気だよ。それより追ってきてくれたんだね。当然。それにしてもここさっきまでと同じ遺跡の中？どの辺なんだろう。グリフォードさん。よかった。どうやらあそこに置いてあったのは転送装置だったみたいだな。しかしお前らいくらなんでも迂闊だぞ。こういう遺跡には誰が仕掛けたかわからねえ罠もあるんだ。むやみに近づくな。ごめんなさい。まあ今回のは罠じゃなかったようだからよかったかな。ここって庭園ですよね。すげえな。いつからここが封鎖されてるのかはわからないが、まだ植物が生きてるとは。見たことない植物もたくさんあるけど害はないよね。だといいが。あれ、ライザさん何かありましたか。このつぼみみたいなのが気になって。やっぱりこれも生きてるんだよね。まあ異様な大きさだからな。こんなのつけてる植物がただの植物なわけね。けどそれ以外に変わったものは。フィーちゃんどうしたの。もしかして戻りたいって言ってるのかな。せっかくここまで来たのに。でも仕方ないか。見た感じ先にも進めそうにないし。そうだな。それにフィーのことだ。お宝の気配を感じたのかもしれないしな。それじゃあ一度来た道を戻ってみようか。フィー、何か見つけたら教えてね。フィー。